好きな刀は逆刃刀。どうもこんにちは、りなです。今回は中国史上最悪の処刑についてお送りいたします。では管理人さん、張り切ってやられてくださいね。ねたぞんまいネタ三昧。処刑内容。中国史には現代人をドン引きさせるような恐ろしい刑罰が出てきます。その一つが領地刑。中国ではかなり昔から行われており、正式な刑罰とされたのは10世紀頃。その刑罰内容は罪人の体を切り刻むこと。それも生きたまま少しずつ全身の肉を切り落とし、長い間じっくりと苦痛を与え続けるのです。この刑でのモットーはズバリ、できるだけ死なないようにする。何度切り刻むかは罪の大きさ次第で、国家転覆を目論んだ輩はそりゃあもう大変。16世紀、明の官僚劉欽は帝位を奪い取ろうとして領地刑が言い渡されました。君の体に切り刻まれる回数は計3357回です。ですがもちろんフルパワーで切るつもりはありませんから、ご心配なく。いや心配するだろ、てめえらの血は何色だ。翌日から刑は執行され、劉欽は3357回切られ続けました。さすがに3357回は多かったのか、1日目は3000回ほど切られたところで終了。血をだらだら流しながらも劉欽はおかゆをおかわりするほどのハッスルぶり。それでもやっぱし限界だったのか、2日目に残りの回数を切り刻む途中で絶命。彼の死後、財産まで没収されるなど踏んだり蹴ったりな最後でした。それでは管理人さん、次から切られちゃってくださいね。処刑準備。さて突然ですが、あなたは家畜の解体現場を見たことがありますか？ぶっちゃけこの件は人間解体ショーそのものだからです。そう、刀で適当にスパスパ切るのではなく、体の部位を一つ一つゆっくりと解体します。それがどういったものか、管理人さん出番ですよ。領地刑では軽い小刀が使用されます。それぞれの柄には体の部位の文字が刻まれた専用の小刀が用いられることもありました。これらの刀はカゴに入っており、施工人は気まぐれに1本だけ取り出すのです。この小刀には目って書いてあるな。よし、最初は目をえぐっちゃうね。このように目用の刀なら目をえぐり、足用なら足を切り落としたのです。専用の小刀がない場合はシンプルにくじ引き制でした。施工人は体の各部位を書いた紙を1枚ずつ引き、当たった場所を切っていったのです。この時、罪人の苦しみを少しでも減らすために、罪人の身内が執行人に賄賂を渡すこともありました。そうすれば執行人は「仕方ねえなあ」と罪人の心臓を刺して即終了してくれたのです。管理人さんはどうやら身内が来ていないので、もう少し続けてみましょうか。執行開始。さてついに処刑開始です。管理人さんの胸や指、肩、片腕、足はじっくりスパスパそがれていっています。え、管理人さんなんですって？痛くてたまらない？大丈夫です。なんせこれは長時間にわたって苦痛を与える処刑ですよ。すぐに死んじゃわないようにお医者さんが時々止血してくれるんです。お腹が減らないようにご飯タイムもあるので、遠慮なく言ってくださいね。とはいえこの処刑は死んでしまうタイミングも人それぞれ。すぐ失血死やショック死してしまうこともあれば、長く苦しんだ挙句に廃人化してしまった人も。領地刑は導入された当初、解体の手順などは特に決まってはいませんでした。しかし時代が進むにつれて手順は複雑かつ誠実なものと化します。1200年代頃は罪人を街中に晒した上で処刑台に釘付けに、そして120回ぶった切っていたそうです。さらに後の秦の時代では鼻、両耳、局部、両足を切り落とすものに変化しました。これはこれで結構苦痛ですが、他の領地権より楽に死ねたとのこと。最後に罪人は首を切り落とされジ・エンド、切られた部位はカゴにポイされ首はさらされたのです。執行後、さてこれで管理人さんはお役御免と言いたいところですが、そうはいきません。この刑で受刑者から削られた肉は漢方として売られていました。そう、薬です。当時の中国では人肉や人間の血液が良質の薬とされ飛ぶように売れたため、事実中国では領地刑の後大規模なカニバリズムが行われていた可能性が高いという研究結果があります。つまり彼らは好んで人の肉を食べていた可能性があるのです。また中国にはカツコという風習がありました。これは病気になった父母を救うため子または嫁が自分の肉を薬として提供するというもの。昔はそれが最高の親孝行とされており、病気に効くとされていたのです。もちろんそんなことはないのであしからず。結論、領地刑が正式に廃止されたのは1905年のこと。多発する犯罪への見せしめや警告のためにずっと採用されていたのです。民衆にも公開されており、場合によっては1人1回罪人を切ることもできました。恐ろしいことに誰もが参加したがったので、料金は非常に高くついたとのこと。管理人さんは「ああ、もう食べられてしまったんでしたね」ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。